鰹節のイノシン酸、これが加わるとパスタは何倍にも美味しい。どうも、おっさんですということでですね、今回は、まあ、僕寝起きなんですけど、この間やったあのただのおっさんが作るキョムリタンね、あれ本当に雑なパスタだったんですけども、めちゃめちゃいいって言われてですね、いつものテンション高いやつよりいいみたいに言われてですね、若干戸惑ってますけども、まあキョムシリーズということでですね、パスタなんですけど、これねマジでうまいです。これをですね、ちょっと寝起きなんでおっさんの朝ごはん作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介ですね。まあパスタです。まあこれね、5分の 1.4 ミリをおっさん使ってるんで、まあ 1.6 とかでも、まあ何でもいい。結局何でもいいです。かつお節ですね。いっぱいあと塩で味の素、あと小ネギ、バター、無塩でも有塩でもどちらもいいです。これで具なしの、まあ、おっさんが超おすすめする、まあ、食えばわかる。じゃあやります。ということで小鍋にお湯沸かしてますね。おっさんもね、一人暮らし歴16年ぐらいですね。水いっぱい使って茹でるっていうのがイタリアン業界では通説になってるんですけど、別にいいです。ちっちゃい鍋で沸かしましょう。水もったいねえし、ガス代もったいねえんだ。でここに塩、これね実はめっちゃ重要なんですよ。パスタに塩味をつけるんですね。これで茹でることによって麺に塩味がつきます。なんか塩入れるとコシが強くなるみたいな話もあるんだけど、お湯に対して 3% の塩分ぐらいやらないとパスタのコシは強くならないんで、でも 3% っていうのをやっちゃうとしょっぱすぎてお湯で洗ったりしなきゃいけないんで難しいので、家庭とかでは 1% でいいです。じゃあやっていきます。小鍋でやる場合、小鍋でやるとね、これ広げると入んないぞ全部なんで、小鍋でやる場合はこうやって、グッと押してください。押すと、押して、離すと全部入る。でこのまま表示通り、まあアルデンテがいいっていう人もいれば、ちょっとクタッとしてる人もいる。これはもう好き それぞれなんで、通常通り茹でます。と火の加減は弱中火ぐらい、沸騰状態になってる、それぐらいのやり方がめちゃくちゃいい。で、これ鰹節なんですけど、保存してある鰹節って全然変わんないんですよ。でこれをレンジでチンする。本当にね、これ茹で上がる直前でいいです。だいたいね、今一つかみだいたい 4g ぐらいの鰹節入ってるんですけど、40秒から50秒、今回50秒チンします。こうすると香りが出す。50秒チンした鰹節です。かなり香ばしさが出る。この一手間でこのパスタっていうのは何倍も進化するので、ゲームやりてルーンファクトリー5仕上がりましたんで、水気を切ります。じゃあ水切ったやつをここに入れます。ここに味の素1、2、3、4振り、パスタにグルタミン酸を与えます。パリパリにした鰹節、これ鰹節っていうのはイノシン酸が豊富ですので、このイノシン酸の旨味が加わるとこのパスタ何倍にも美味しくなります。グルタミン酸とこのイノシン酸、鰹節のイノシン酸、これが加わるとパスタ何倍にも美味しくなります。あるとね、香りが加わってこれもまたうまい。醤油とね、ネギって相性いいからね、これから醤油かけるんですけど、バターっつうのはめちゃくちゃ有能な食材、まあ、調味料なんで、醤油はね人それぞれ味の濃さがあるんで適量加えてください。足んなかったら後で足せばいいから。おっさんも気づかせた完成です。おじさんの朝ごはんいただきます。めちゃくちゃに混ぜてくるのがうまい。でだん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 バター絡んでくる。いただきます。うめえ。盛るときに水気切りしすぎない方がいいです。だんだんね、バターと塩分溶けて鰹節が水分吸うんで、ちょっとね残しておく。そうすると艶やかな感じになる。いただきます。いただきます。
めっちゃうまい。口に入れた瞬間分かりやすくうまいです。うまみがすごいじゃん。マジでうまいです。思考だとかさ、世界中前とかさ、ああいうのなんか気持ち悪いね、ちょっとね。食べて感じてくれと。一人暮らしの男とか、マジで好きな味付けだと思います。まあそんな感じで、もう終わりたいな。そうっすね。めちゃめちゃうまかったっす。じゃあちょっとあの、風呂入ってさ、仕事モードになるからさ、ちょっとその際はよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、今日もシリーズにすんの。キョムシリーズ。キョムシリーズ確定。キョムシリーズ。はい。こうとかさ。そんなあれね。究極とか。究極とかね。よく料理家使ってるようなあれね。使いますね。うん。なんかちょっとイラッとするよね。二重人格。自分を否定みたいな感じだけど。いやでもあのシラフの時に見てるとマジイラつく。酔っ払ってたらいいんだよね。酔っ払ってる時は、あの、自分も、あなんか、こんなやってたんだ、へはーってなるけど、はい、本当になんか、二日酔いの時とか見ると、殺意湧くんだよね。たまにだって、撮った記憶ない時ありますもんね。ない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 。あ、なんかバカやってんな、みたいな。